どうもバーンです。さてデイリーキック2号夕方の部、開始となります。今、撮影している、動画も縦動画でね、やってみようというふうに思っております。でね、縦動画をやっぱりね今後ね、普通のね、デイリーキック2号以外の動画にもね、拡大できないかなっていうふうにね、考えております。でもですね基本やっぱり動画は横ですよね。で、特に作品のようなものをですね縦で撮るのがどうかというとですねちょっとそれはね悩ましいものがあるかなと。でもやってみたい。やっぱり縦の作品っていうのもね、あってもいいんじゃないかと。じゃあテレビで見る人はどうすればいいんだと。テレビ縦向けにしてくださいと言わんがごとくのスマホ前提のねそういう文化をですね、バンは許容するのか。そういう話になってしまいますよね。これはね、おそらく議論の分かれるところだと、いうふうに思うわけですよ。でもそもそもカメラってレンズ自体はですね丸い。でもセンサーはですね、長方形なわけですね。で、どっちで映すかっていうのはそもそも別にルールがあるわけでも何でもない。それは配信者がね、勝手に決めれば、いうことであって、で、視聴のスタイルがですねもう変化してきている。スマホの視聴者が非常に多くなってきている。これはねもう歴然たる事実なんで。で、こういうね、縦に流れていくような動画に関してはですねやっぱり朝の部でも言いましたけれども縦動画ありなんじゃないかと、いうふうに思うわけですよ。で他にねどんな動画が縦動画に適しているのかいろいろ考えてみました。だから例えば縦にこう説得力をこう要するようなね要素がある動画って言ったらね案外例えばですけどねこれまた逆説的な言い方になりますけれども、自動車 の車中動画ありますよね。車載カメラのあれはどっちか言ったらね僕ね横長がいいんじゃないかと思うんですよ。そのねどう説明したらいいのかな。この画面のこうスピード感の問題もあると思うんですよ。違うこれはスピード感じゃないな。どうしても、車の動画っていうのはこの室内から、撮影するということになりますよね。でそうするとですねどうしてもボンネットそれから屋根がね、邪魔になると。でところがこのキックスケーター動画はボンネットも、屋根もないと、いう動画だったらですねもう盛大に縦にね長くねやってやればいいじゃないかと、いうふうに思うわけですよ。じゃあ、例えば生配信どうでしょうかね。これまた議論の分かれるところですよね。生放送を、縦で見る人が、いるのかどうか。これねやっぱりスマホの視聴ということを考えたらですねある一定数ねおられるというふうに考えた方がいいですよね。おっとやっぱり走ってる時にパイロットフライアドベンチャーが前のめりになるような気がするな。どうでしょうね。中心軸に直視点が来てますでしょうかね。ちょっとその辺がね昨日も起こった課題ではあるんですけどもちょっと原因がよく分かってないですね。さてちょっと一旦カットさせていただくかもですけれどもこれ悩ましいところだな。今ね赤になりかけたところで止まろうと思えば止まれたんですけど止まってもいいんですけれどもギリギリと行く気はなかったんですけどね。あそこの交差点で、どうもね罰が悪い。あそこの交差点なんでなんだろう。人通りが多いからだろうか。ちょっとその辺はね相変わらずの躊躇するところではあるものの、さて、全然話題をガラッとね、変えさせていただきます。先日アップした動画の中でね、こんな動画があったんですよ。
ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっとね、あの縦動画で引用をねする場合、どうしたもんかな。ちょっとそれはやっぱり引用もやりたいんですよ。で、横向けないといけないですよね。ちょっとこの辺りに、この辺りとか言いつつ本当に載せるのか。まあとりあえず載せる体でいきましょう。まあ載せますね。じゃあ、これね、近所のお祭りを撮影した動画です。これね、BGM 主体ですね。こんばんはです。こんばんはでいいのか。おっと、アドベンチャー、パイロットフライアドベンチャーが、何触ってケツかんねんという状態になりましたね。手を合わせるのにあたって右手が、干渉する。その場合どうすればいい。片付けないやるか、片付けないやるか。片手で、手を合わせるのを、ためらいがどうしてもねありますよね。でもこれはね、必然の美学であると、これまた言えるわけですね。片付けないやるかどうか、やっちゃいましょう明日からね。さて、これは必然の美学、もうもはや何言ってるかわからない。何の話、そうそう、だから近所のお祭り行ってきた、この動画、これね GoPro のみでね撮影したんですけどね、これね実はね皆さんねお気づきの通り大失敗が一箇所あるんですよ。大失敗が一箇所あるんですよ。 4K60p でね実はね撮影してしまっておりました。でもね結局は 4K30p にも落とし、これもねミスがミスをに重なったんですけどね、4K60p で撮っていたことを実は忘れていたんですよ。で、そんな中ね、いつものように 4K30p で、プロジェクトを作り出して、で、作業を始めたんですけれども、なんか重いし、なんかブレブレやぞと。で、後で気がついたんですけれども、これが 4K60p の動画でした。でもこの、1年に1回しかないこのねお茶部くんとのねこのお祭りのこの、記憶をですね留めたかったというのもあって、もう一応書き出しては見たものの完全に自己満動画ということになりました。で、せめてもの救いはですね一番最後のカットです。スローモーション書きました。その時にね、ちょっとだけ得しましたね。60フレームなんで。ですけれどもカクカクするのが嫌だったんで、モーションブラじゃないや、オプティカルフローをかけたらですねちょっとこれまたね、意見の分かれるところだったかな。あれはカクカクの方がまだ良かったんじゃないかなっていう風なね、まあ、そんな表現になってしまいました。もうこれもね一つの経験として、いくつもの間違いを犯しましたけれども、そんな中一本の動画にしたというところです。まとめますと、この動画の、ダメだった点、撮影の時点でフレームレートを確認しなかった、その結果手ブレ補正が効かなかった、オプティカルフローの、スローモーションを安易に使った、この3点となります。一旦、カットさせていただきます。